せやろ。1から4まで全部昨日録画してップロードしたよ。今日は D5 から T5 から軟式のね、あのね、瞬殺しすぎてね、ボスの強さとかわからん こんな攻撃してきますとか全然わからんまま。ここはあれやね、ディアブロ3のアクト5を真似たようなマップやね。まあそのままちゃうからな。あ、ボス。ボスは誰っすか？あ、入ってダメ。ボスあれね、司祭やね。4冊ある？お、ちょっと今ビビった。ベスコーチングレート一緒か。幽霊入ったから強なってジャギン来た。あ、これはジュエルでキャラクターサイズアップってさ、自分がでかくなるの？そう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 、でかくなる。みんなあれ見た目だけかな。効果もつくんかな。テンペストではキャラがアップした。前も出てた氷のやつ。あ、前も出てたね。安かった。これ昨日も出てたし今日も出てるってことは安いな多分。当たり判定も大きくなったような。買ったことないからわからないけど、当たり判定ね、なんかそのままって聞いたような気すんな、外人の人に昔。忘れた。今ビキ死んでるから調べようがない。そして、サイクロンとかの範囲が増えるんかな。大きくなったら。いや、そこどうなってるかね。あら、じゃあ俺の情報が間違ってたかな。うん、いや分からん。俺も2年ぐらい前の話やから。で、その代わり、そのなんていうの、ダメージ、受けるダメージがアップするとかっていうのがテンペストやったやん。それが適用されてるとかなんかあるんちゃう。なんか見た目だけってなんか悲しくない。なんか昔スタンダードのさ、アクト3行ったらさ、アクト3の街のところの階段のところにむっちゃでかいさ、マーローダおらへんかった？知らん。むっちゃでかい、もうキャラサイズ2倍ぐらいのマーローダが階段でずっと立ってんの、いつ行ってもいつ行ってもな。赤色のなんか武器で。白のランキング見てたらつけてる人いたから気になって。他の効果がええんかな。見たことあるわ。ある、あれやろ。あれは一回見た忘れへんで。もしかしたらそういうなんか
たまにいる。たまにおるよね。ボディビルダーやったんやない？ボディビルダー。ボーンさんラグはどうしようもないっす。わらわら、激地です。ラグはね、ちょっとどうしようもないですね。今のマップのび